というか一目見た瞬間からあの心奪われるようなそういうたくさんお越しになっているのでもうちょっとだけお願いします皆さんあ、ありがとうございます いやあの無事に初日を迎えることができましてあのこうやって劇場に足を運んでくださり本当にありがとうございますあの今日は短い時間なんですけどもあの皆さんと思い出のひとときになるようにお話できたらなと思ってますよろししくお願いいたします吉岡さんが演じている夏美は本村さんが演じている佐帆に思いを寄せるという役柄なんですがこの夏美の気持ちというのはどのように受け止めてらっしゃいましたか はい、あの今日、元ラセリナちゃんと一緒に登壇できなかったのがもうすごい残念だったんですけどもあの撮影中、もう一目見た瞬間からあの心奪われるようなそういう方なんですよね、もとちゃん自身がで。ああ、もうたまらないというかこの人と会えてよかったっていう気持ちに自然となったんですけどやっぱり、こう。 自分に自信がなくて自分なんて何もないんだって思っていたそういう部分を人との出会いでその人が埋めてくれるような,なんかそういうロマンチックさみたいなのを私はこの脚本から感じていたのでなんかそういう人によってすくい上げられるような希望的な感覚っていうのをやっぱりあの千原さんがこの映画に込めた思いとしてもやっぱ優しくつながってるっていうところ。 その人とのつながりのなんか尊さみたいなところをあの感じながら日々演じてました。